はいどうも、アダムの店長のマタルです。車同士リトルキングタケヤです。本日はですね、新企画を持ってまいりました。はい3月くらいにですね、池袋アダムの無菌ギグっていうのをやってたんですけども、はい、ありましたね。で、あの無菌ギグって何だったかと言いますと、弾き語りのですね、4人のアーティストが出るんですけれども、その4人のアーティスト1人につき3枚チケットを予約を取る。はい。そのキャパが3だけ。そのアーティストは、その予約を入れたお客さんに対してオリジナル曲を作ると。その人にだけのね。はい。っていうのを作って、で、それを披露するっていうことで、で、チケット代が1万円と。はい。チケット代1万円と。3×4 で12人、全部で12人でソールドアウトというイベントをやっておりましてですね、池袋、はい、アダムがこのコロナ対策で考えた実は必勝の策というか、必勝です。そうそうそう、もうこれだけで無菌ギグだけで俺たちはコロナを乗り切ろうとしてたんだけど、ひたすらイベントがね、こうキャンセルになったところにひたすら無菌ギグ、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 無菌ギグをやっていけば、はい、きっとこの、コロナを乗り越えられるなと思ったんですけれどもね、はい、まさかのね、こうライブ自体が休業になってしまうという、非常に残念な見通し、まさかここまでなるとはっていう。ただ、今日までに実は3回ぐらい、開催されてまして、はい、これはね、思ったよりもさらにすごくいいイベントなんですよ。すごく良かった。そうそうそう。ちょっと感動的で。感動しました。なんかね、こう、みんなちょっとわかんないかもしれないですけど、はい、当日も、もうお客さんボロボロなのは、もうなんかあれで、ちょっと俺らもちょっとうるうるっと起きちゃう感じでですね、非常にいいイベント。まあ、俺も拓也もね、出たからね、はいはい、曲も作りましたよ。作曲も作りました。でもね、すごいいいイベントで、まあ、正直ちょっとね、もったいないなと思ってて。はい。でですね、今回その新企画というのは無菌配信ギグをやります。まあまあまあ、もう名前で大体ね、わかるけど、まあ無菌ギグをじゃあ配信でやってみようじゃないかと、はい、でそれはですね、じゃあまず気になる出演者からじゃあ発表しますと、はい、まずはプペリットパロというバンドから天野香織。あ、いいですね。まあね、これ福ちゃんのバンドメンバーですかね。はい、はい、でですね、あとバニティというバンドからギャウ。はい、ギャウさん、いいですね。で、シャク&リハビリから、シャクおじさん。シャクおじさん。シャクおじさん、いい曲作りますから。作ってほしいですね。そして、これはもう完全に飛び道具と言いますかね。はい、ボイラー、リクガメから、黒谷ギュン。ギュンさん。これはちょっとね、なかなか、いいね、まあ、知ってる人も知らない人も、ちょっと僕的にはちょっと全員ね、ちょっと僕に対して一曲作ってもらってもいいかなと思うぐらい、なかなかちょっといいメンツなんですけれども、ね、まあ、じゃあそのライブを5月の22の金曜日に、はい、池袋アダムから配信したいと思います。はい、で、ここからが大事なんですけれども、実はね、その無菌ギグをちょっと盛り上げるためにというか、予約システムといいますかですね、はい、明日5月の15日の金曜日の22時半から、はいはい、マダムが毎日やってるYouTube の生配信でですね、無菌配信プレゼン生配信を行いたいと思います。無菌配信プレゼン生配信。いいですね。何をするかというとですね、この4人に、はい、まあ、全員来てもらって、はい、で、まあ、僕と一緒に生配信します、はい。で、22時半からその番組内でですね、はい、この3名様の予約を受け付けようじゃないかと。なるほど、いいですね。はい。これはその YouTube のコメントにですね、はい、パパって書き込んだ方が、まず仮予約ということになって。仮予約。はい。仮予約ということになって、その仮予約中とか、あ、仮予約入りましたで、その人急いで、はい、メールするんですよ、アダムに。アダムのメールアドレス。アダムのメールアドレスに、はい、それはね、出しときますんで、そこにこうメールが来た時点で予約完了ということで。はい、なるほど。で、3名しかないですから、そうですね、完全に先着順ということになるんですけれども、はい、ただ、まあ、入らないかもしれないから、3名様来ない可能性ももちろん誰かあるかもしれないんで、はい、まあ、その場合はもうプレゼンをなかなかプレゼンを、いやもう本当、いや本当天野からほんといい曲作るんですってみたいな、いやもうシャクさんも最高っすよと、ジジイですけどもみたいな、これもいいしみたいなっていうことを、また多分ちょっと1時間ぐらいやり続けて、なんとか予約を募ろうじゃないかと思っております。そうですね、まあ、僕ね、サクッと入ればいいんですけどね。そうですね、入りすぎても盛り上がらないんでね、はい、ちょっとぐらい、ただもうでも先着なんで、はい、まあでもこれは絶対私作ってもらいたいという人はもうぜひともババッとこう、そうですね、予約を開始した方がいいと思います。22時半からなんでね、はい、で、チケット代は今回は8000円ということで、8000円です。はい、でそのチケットを買った方は、はい、その
当日5月22日というのですね、本番の時にそのアーティストさんがきっとじゃあ何々さんに送りますっていう曲を歌ってくれると思いますんで、はい、でその時もですね、あのピッとこう切り取った CDR 断像をね、はい、池袋アダムの方から郵送させていただきます。よろしくお願いいたします。でですね、前回の無菌ギグは、はい、まあ、当然チケットを買った1枚で買った人しか見れない無菌ギグだったんですけれども、ね、はい、今回はですね、無菌配信ギグなんで、はい、YouTube で今回は無料でお送りします。わあ、いいですね。だから、その生配信を見ていて事の成り行きが気になっている人とかも全部ライブを見てもらえれば、なるほど、見れはするってことですね。はい、見ることはもう誰でもできますからね。うん、みんな30分ずつライブやってくれますので、はい、でその間にね、この人にね、あ、こういう曲を作ったんだみたいなとかもね、ちょっと皆さんで確認できますんで、はい、そこはもうぜひとも5月の22日は、その4人のライブを見てほしいなと思っておりますので、はい、はい、じゃあ、まずは5月の15日の、はい、生配信、皆さんぜひとも、チェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。